ここの名前は大妃神社といいます。天照大神を祀ったことが始まりであり、1900年の歴史があります。西の伊勢神宮に対して東の大神宮とも言われています。が大和武尊の御事の像を神社に祀った縁で、徳川家康、徳川秀忠が常盤神社に祀られるようになりました。家康の歯が柱に埋め込まれているそうです。装飾も日光東照宮にも負けない豪華なものになっています。昔神社の周りは海だった。船は神社の常夜灯を頼りに航行していた。明治13年になり、地元漁業関係者により建設され、海抜27メートルの高さに12メートルで国内最大級の灯明台となった。外宮の豊受大神は伊勢豊受大神宮と同じく天照大神の食事を司る神様です。この神社は天鳥船の御事を祭り、船の海上安全を司る神様で、漁業関係者により祀られたものです。船橋の海老川に架かる橋にはユニークなモチーフがついたものが多くあります。この海老川橋にも船橋を象徴するような飾りがついています。